を見てね、僕の聞きにくいトークとかがもう早送りになって大爆笑してるポンコツ番長でございますが、今日も楽しい動画撮りたいと思いますね。ひとまずオープニングから始まるよ。中古ショップに行きました。そしたら見つけちゃったんですよ、欲しいものが。ちょっとそこのね、町で買い物しですね、今日はその買ってきたものをね、この後ね、お見せしたいと思います。はい、ポンコツ番長、買い物から帰ってきました。見てください、これです。これで中古ショップで買った1万5000円のね、古いパソコンなんですが、もうこれがなくてですね、ポンコツ番長、このいいカメラがあるのにですね、携帯で撮ってるんですよ今。やっとね、これを入手できたと。でね、ポンコツ番長、常に携帯なんでございます。まあ、人生いろいろありますから。なのでね、これなんてないんですよ。いっぱいもらうんですけど、いっぱい出ていくんですよ。パッ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 。もう入ってきたら、すぐ、何かに投資しないと、すぐ出ていっちゃいますから、どっちにしても。それでポンコツ番長ね、こそっとこれをね、こそっと買ったんですよ、こそっと。でね、ポンコツ番長、これでね、一つ企みを思いついてたんです。それがこちらなんですよ。今回このカメラとこのパソコン、トリプルコンテンツで今年仕掛けたいと。もう近日です。まず一つのコンテンツは毎日配信、あとはもう上げて上げて上げて1年かけてですね、ポンコツ番長 YouTube の勝負するスタイルを作ろうと。みんなが言いたいこと分かってる。ね、そんな一つのこともまだできてないようにね、って、いろいろ言う方おられます。そんなの関係ない。今のこのタイミングでですね、今かけないと、さあ、いつやるんだと。明日死ぬかもしれませんから、楽しい人生をするためにね、行くぞと。で、みんなが気になってる、動画どうやって編集するんだと。お金がいるだろうと。大丈夫、大丈夫。そこはね、これ。これと、ここよ、ここ。ずっとそれを言ってれば、聞いてくれますから、誰か。ただ、経済難。なのでね、ポンコツ番長の動画を見てね、ご迷惑をおかけしてる方がね、ちょっとお怒りになるかもしれませんけどね、そこはね、まあ、ポンコツ番長、ここで勝負かけてですね、経済難からね、解放されたいと。投資、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 投資ですよ、もう。あらゆるものに投資してですね、ポンコツ番長、トリプルコンテンツで、行きたいと、そういう動画なんですよ。でですね、時間がないだろ。大丈夫。早起きがあるから。もう3時に起きてね、撮ればいいんですよ、動画なんて、パッパッパッと。あともう LINE でピュッと送るとか、動画さえ送ってしまえば、もうクリエイターさんが勝手に動画編集、僕はもう、全部編集委託ですから。そういう仕組みをしてしまえば、撮るだけ、いつもの作業を写真撮るだけですよ。こんな簡単なことはない。はい、ちょっとね、照明今つけてるやつをね、消してね、ちょっとお見せしたいなと思うんですけど、昨年末の正月ですね、ポンコツ番長はもう休みも取らず、東京のに葛西っていう、ま、市があります。で、そこのホームセンターの場所をですね、レンタルしてですね、屋台を作ってました。そこでね、出会ったね、インターネット、こういう関連する、すごい方とですね、あなたはですね、YouTuber になれと。ただ、その時は YouTuber になれる環境ではなくですね、いろんなものが足りなかったと。それでですね、必要なもの、このカメラ、この照明、こういうものをね、手配してもらってね、ポンコツ番長はただ指示されたお金を払って、なおかつこの照明なんてね、ネットでわざわざ一番安いやつを、使いやすくて便利なやつを購入していただいて、なおかつですよ、ポンコツ番長は千葉の浦安に住んでましたから、駅まで持ってきてくれて、公園に行って、使い方全部説明してくれて、また別の日にパソコンまでくれてですね、マクドナルドで Wi-Fi 繋いで、こうやって使うんだと。で、まあそのパソコンはちょっと東京に置いてまして、今現状なかったのでこれ買ったんですが、さらにですよ、もう本当に東京にですね、すごい親切な女性デザイナーさんがおられまして、もうそういうね、このクライアントさんもそうなんですけどね、ポンコツ番長の命の恩人でございます。なのでね、もうここの誰もいないお靴にですね、ポンコツ番長はもう人を誘導するためにね、やっぱり勝負ここの YouTube の3トリプルコンテンツで、
いや仕掛けたいと。でね、今ちょっと照明戻しました。ちょっと普通はね動画はこういう撮り方しないんですけど、もうどうしてもこのねカメラとね照明をね用意してくれたね僕の仲間にねお礼が言いたかったのと、動画を通じてもう本当に感謝してますよ。そしてですね、このクライアントさんもですね、こういうコンテンツ、こういう動画を上げたら視聴するんじゃないかとか、まあこういうコラボしたらいいんじゃないかとか、そういういつも提案してくださって、もう仲間の指示でもう一人東京にですねツッコミ担当のね編集を見て、まあ LINE でちょっとそここうした方がいいよとアイデアをくださるトビの仲間もいてます。まあ、そういう仲間がいてこそやっぱりこういう動画を作れる過程があるっていうことを、この動画を通じてですね、まあいろんな方に知っていただきたいと。で、もう本当にこれの話ですか。これがないって理由でやめるっていうのはできるだけやめてほしい。相手にも同等のメリットがあればですね、資本がある方は絶対にぜひお願いしますってこうなりますから。みんな思うわけですよ、ほとんどの人は。それが1の法則です。ポンコツマンジョーが言う1の法則とは、0じゃなく1だったら99に平気で勝っちゃうんですから。で、別に99人にねいいって言われても、1にいいって言われてもいいんですよ。なんでもそれは多い方がいいですよ。多い方がいいけど、やってやってやってね失敗だとか言う人はたくさんいてますよ。そこでやめなきゃいいんですから、経験ですから。小さな1をですね、ずっと何年もかけてやってきたわけですよ。避難する人は避難しますよ。だからいいんですよ。助けてくれる人が見つかるまで、やるぞ、やるぞと。なかなか死にませんから。やる気のスイッチ、そういうのが入っていただけたらなと。で、ポンコツ番長のこのくだらない長いトークはですね、またクリエイターさんがですね、早送って、おや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 ってなってると思いますが、多くの方が動画を見てですね、ちょっと何か新しいことやってみようかなと。そういうね、動画に今日の動画がなればと。で、最後になりますが、トリプルコンテンツで、もう近日、行きますから、ぜひね、チャンネル登録していただいたり、見ていただいて、一つはポンコツ番長の一日、一つは料理コンテンツ、もう一つは DIY などの職人の道具の使い方だったり、まあ、作業のやり方、そういうのをバン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 上げていって、田舎でも一人でね、のんびりやってますよと、そういう動画にしたいと。ここで締めさせていただきます。まあ、最後までポンコツ番長のなんか聞きにくい話聞いていただきありがとうございました。さあ、また明日もご視聴よろしくお願いします。それでは最後にバイバーイ。